今日も JR 西日本加古川線をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は谷川行きワンマンカーです。谷川までの各駅に止まります。菅野、薬人、青、西脇市、谷川以外の駅ではお降りの際一番前のドアからお降りください。乗車券、運賃は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。運賃は車内の運賃表でご確認ください。定期券及びイコカなどの IC カードをご利用のお客様は降りる際分かりやすく運転士にお見せください。なお、イコカなどの IC カードをご利用のお客様は駅設置の自動改札機にも必ずタッチしてください。両替は両替機でお早めにお済ませください。お出かけには切符を買わずにタッチするだけのイコカが便利です。なお、加古川線では西脇市駅から先の各駅ではイコカなどの IC カードはご利用できませんので、お早めに運転士にお知らせください。車内は禁煙です。禁煙にご協力ください。優先座席にお座りのお客様並びに周りのお客様にお願いします。この車両の前寄りにはお年寄りやお体の不自由な方のための優先座席を設けています。この席を必要とされる方がいらっしゃいましたら、ぜひお席をお譲りくださいますようご協力をお願いします。また優先座席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。座席の上に置いているカバンや手荷物は膝か網棚の上に置いていただき、一人でも多くのお客様にお座りいただけますようご協力をお願いします。車内への危険物の持ち込みは禁止されております。持ち主のわからない不審な荷物がございましたら乗務員にお知らせください。この列車は谷川行きワンマンカーです。発車までしばらくお待ちください。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。発車します。閉まるドアにご注意ください。この列車は谷川行きワンマンカーです。谷川までの各駅に停まります。菅野、薬人、青、西脇市、谷川以外の駅ではお降りの際一番前のドアからお降りください。次は日岡です。降り口は一番前のドアです。お降りのお客様はお早めに一番前のドアまでお進みください。運賃は車内の運賃表でご確認ください。乗車券、運賃は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。次は日岡です。まもなく日岡です。降り口は一番前のドアです。乗車券、運賃は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。定期券及びイコカなどの IC カードをご利用のお客様は降りる際分かりやすく運転士にお見せください。なお、イコカなどの IC カードをご利用のお客様は駅設置の自動改札機にも必ずタッチしてください。ご利用ありがとうございました。日岡です。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。次は菅野です。すべてのドアが開きます。次は菅野です。まもなく菅野です。
すべてのドアが開きます。乗車券、運賃は整理券と一緒に駅でお渡しいただくか、駅の運賃箱においでください。なお、イコカなどの IC カードをご利用のお客様は、駅設置の自動改札機にも必ずタッチしてください。ご利用ありがとうございました。菅野、菅野です。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。次は役人、役人です。すべてのドアが開きます。次は役人、役人です。まもなく役人、役人です。すべてのドアが開きます。乗車券、運賃は整理券と一緒に駅でお渡しいただくか、駅の運賃箱においでください。なお、イコカなどの IC カードをご利用のお客様は、駅設置の自動改札機にも必ずタッチしてください。今日も JR 西日本加古川線をご利用くださいましてありがとうございました。役人、役人です。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。次は市場、市場です。降り口は一番前のドアです。お降りのお客様はお早めに一番前のドアまでお進みください。運賃は車内の運賃表でご確認ください。次は市場、市場です。まもなく市場、市場です。降り口は一番前のドアです。乗車券、運賃は整理券と一緒に前の運賃箱においでください。定期券およびイコカなどの IC カードをご利用のお客様は、降りる際分かりやすく運転士にお見せください。なお、イコカなどの IC カードをご利用のお客様は、駅設置の自動改札機にも必ずタッチしてください。ご利用ありがとうございました。市場、市場です。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。次は小野町、小野町です。降り口は一番前のドアです。お降りのお客様はお早めに一番前のドアまでお進みください。運賃は車内の運賃表でご確認ください。次は小野町、小野町です。まもなく小野町、小野町です。降り口は一番前のドアです。乗車券、運賃は整理券と一緒に前の運賃箱においでください。定期券およびイコカなどの IC カードをご利用のお客様は、降りる際分かりやすく運転士にお見せください。なお、イコカなどの IC カードをご利用のお客様は、駅設置の自動改札機にも必ずタッチしてください。ご利用ありがとうございました。小野町、小野町です。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。次は青、青です。すべてのドアが開きます。神戸電鉄、北条鉄道は乗り換えです。お乗り換えのお客様は一番前のドアからお降りください。次は青、青です。まもなく青、青です。すべてのドアが開きます。神戸電鉄、北条鉄道は乗り換えです。お乗り換えのお客様は一番前のドアからお降りください。乗車券、運賃は整理券と一緒に前の運賃箱においでください。定期券およびイコカなどの IC カードをご利用のお客様は、降りる際分かりやすく運転士にお見せください。
なお、イコカなどの IC カードをご利用のお客様は、駅設置の自動改札機にも必ずタッチしてください。青でお降りのお客様は、乗車券、運賃は整理券と一緒に駅でお渡しいただくか、駅の運賃箱においでください。なお、イコカなどの IC カードをご利用のお客様は、駅設置の自動改札機にも必ずタッチしてください。今日も JR 西日本加古川線をご利用くださいまして、ありがとうございました。青、青です。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。この列車は谷川行きワンマンカーです。谷川までの各駅に停まります。西脇市、谷川以外の駅では、お降りの際、一番前のドアからお降りください。次は、川西、川西です。降り口は一番前のドアです。お降りのお客様は、お早めに一番前のドアまでお進みください。運賃は車内の運賃表でご確認ください。乗車券、運賃は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。次は川西、川西です。まもなく川西、川西です。降り口は一番前のドアです。乗車券、運賃は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。定期券及びイコカなどの IC カードをご利用のお客様は、降りる際、わかりやすく運転士にお見せください。なお、イコカなどの IC カードをご利用のお客様は、駅設置の自動改札機にも必ずタッチしてください。ご利用ありがとうございました。川西、川西です。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。次は青野ヶ原、青野ヶ原です。降り口は一番前のドアです。お降りのお客様はお早めに一番前のドアまでお進みください。運賃は車内の運賃表でご確認ください。次は青野ヶ原、青野ヶ原です。まもなく青野ヶ原、青野ヶ原です。降り口は一番前のドアです。乗車券、運賃は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。定期券及びイコカなどの IC カードをご利用のお客様は、降りる際、わかりやすく運転士にお見せください。なお、イコカなどの IC カードをご利用のお客様は、駅設置の自動改札機にも必ずタッチしてください。ご利用ありがとうございました。青野ヶ原、青野ヶ原です。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。次は八代町、八代町です。降り口は一番前のドアです。お降りのお客様はお早めに一番前のドアまでお進みください。運賃は車内の運賃表でご確認ください。次は八代町、八代町です。まもなく八代町、八代町です。降り口は一番前のドアです。乗車券、運賃は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。定期券及びイコカなどの IC カードをご利用のお客様は、降りる際、わかりやすく運転士にお見せください。なお、イコカなどの IC カードをご利用のお客様は、駅設置の自動改札機にも必ずタッチしてください。ご利用ありがとうございました。八代町、八代町です。ドアは自動では開きません。
ドア横のボタンでお開きください。次は滝野です。降り口は一番前のドアです。お降りのお客様はお早めに一番前のドアまでお進みください。運賃は車内の運賃表でご確認ください。次は滝野です。まもなく滝野です。降り口は一番前のドアです。乗車券運賃は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。定期券およびイコカなどの IC カードをご利用のお客様は降りる際分かりやすく運転士にお見せください。なおイコカなどの IC カードをご利用のお客様は駅設置の自動改札機にも必ずタッチしてください。ご利用ありがとうございました。滝野です。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。次は滝です。降り口は一番前のドアです。まもなく滝です。降り口は一番前のドアです。乗車券運賃は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。定期券およびイコカなどの IC カードをご利用のお客様は降りる際分かりやすく運転士にお見せください。なおイコカなどの IC カードをご利用のお客様は駅設置の自動改札機にも必ずタッチしてください。ご利用ありがとうございました。滝です。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。次は西脇市です。すべてのドアが開きます。次は西脇市です。まもなく西脇市です。すべてのドアが開きます。乗車券運賃は整理券と一緒に駅でお渡しいただくか駅の運賃箱にお入れください。なおイコカなどの IC カードをご利用のお客様は駅設置の自動改札機にも必ずタッチしてください。今日も JR 西日本加古川線をご利用くださいましてありがとうございました。西脇市です。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。今日も JR 西日本加古川線をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は谷川行きワンマンカーです。谷川までの各駅に停まります。谷川以外の駅ではお降りの際一番前のドアからお降りください。乗車券運賃は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。運賃は車内の運賃表でご確認ください。定期券は分かりやすく運転士にお見せください。両替は両替機でお早めにお済ませください。車内は禁煙です。禁煙にご協力ください。優先座席にお座りのお客様並びに周りのお客様にお願いします。この車両の前寄りにはお年寄りやお体の不自由な方のための優先座席を設けています。この席を必要とされる方がいらっしゃいましたらぜひお席をお譲りくださいますようご協力をお願いします。また優先座席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上
通話はご遠慮ください。座席の上に置いているカバンや手荷物は膝か網棚の上に置いていただき、一人でも多くのお客様にお座りいただけますようご協力をお願いします。車内への危険物の持ち込みは禁止されております。持ち主のわからない不審な荷物がございましたら乗務員にお知らせください。この列車は谷川行きワンマンカーです。発車までしばらくお待ちください。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。発車します。閉まるドアにご注意ください。この列車は谷川行きワンマンカーです。谷川までの各駅に停まります。谷川以外の駅ではお降りの際、一番前のドアからお降りください。次は新西脇、新西脇です。降り口は一番前のドアです。お降りのお客様はお早めに一番前のドアまでお進みください。運賃は車内の運賃表でご確認ください。乗車券、運賃は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。次は新西脇、新西脇です。まもなく新西脇、新西脇です。降り口は一番前のドアです。乗車券、運賃は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。定期券は分かりやすく運転士にお見せください。ご利用ありがとうございました。新西脇、新西脇です。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。次は比叡、比叡です。降り口は一番前のドアです。お降りのお客様はお早めに一番前のドアまでお進みください。運賃は車内の運賃表でご確認ください。次は比叡、比叡です。まもなく比叡、比叡です。降り口は一番前のドアです。乗車券、運賃は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。定期券は分かりやすく運転士にお見せください。ご利用ありがとうございました。比叡、比叡です。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。次は日本へそ公園、日本へそ公園です。降り口は一番前のドアです。お降りのお客様はお早めに一番前のドアまでお進みください。運賃は車内の運賃表でご確認ください。次は日本へそ公園、日本へそ公園です。まもなく日本へそ公園、日本へそ公園です。降り口は一番前のドアです。乗車券、運賃は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。定期券は分かりやすく運転士にお見せください。ご利用ありがとうございました。日本へそ公園、日本へそ公園です。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。次は黒田省、黒田省です。降り口は一番前のドアです。お降りのお客様はお早めに一番前のドアまでお進みください。運賃は車内の運賃表でご確認ください。次は黒田省、黒田省です。まもなく黒田省、黒田省です。降り口は一番前のドアです。乗車券、運賃は整理券と一緒に
前の運賃箱にお入れください。定期券は分かりやすく運転士にお見せください。ご利用ありがとうございました。黒田省です。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。次は本黒田です。降り口は一番前のドアです。お降りのお客様はお早めに一番前のドアまでお進みください。運賃は車内の運賃表でご確認ください。次は本黒田です。まもなく本黒田です。降り口は一番前のドアです。乗車券運賃は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。定期券は分かりやすく運転士にお見せください。ご利用ありがとうございました。本黒田です。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。次は船町口です。降り口は一番前のドアです。お降りのお客様はお早めに一番前のドアまでお進みください。運賃は車内の運賃表でご確認ください。次は船町口です。まもなく船町口です。降り口は一番前のドアです。乗車券運賃は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。定期券は分かりやすく運転士にお見せください。ご利用ありがとうございました。船町口です。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。次は久米村です。降り口は一番前のドアです。お降りのお客様はお早めに一番前のドアまでお進みください。運賃は車内の運賃表でご確認ください。次は久米村です。まもなく久米村です。降り口は一番前のドアです。乗車券運賃は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください。定期券は分かりやすく運転士にお見せください。ご利用ありがとうございました。久米村です。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。次は終点谷川です。すべてのドアが開きます。福知山線は乗り換えです。次は終点谷川です。まもなく終点谷川です。すべてのドアが開きます。福知山線は乗り換えです。乗車券運賃は整理券と一緒に駅でお渡しいただくか、駅の運賃箱にお入れください。今日も JR 西日本加古川線をご利用くださいましてありがとうございました。終点谷川です。ドアは自動では開きません。ドア横のボタンでお開きください。